元気応援健康サラダ。今回はほくろのがんについて池田皮膚科クリニックの池田秀幸先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ほくろのがんとも呼ばれるメラノーマとはどんなものですか？メラノーマとは人のメラノサイトというメラニンを作る細胞が腫瘍を悪性化して起こるものをメラノーマと言います。それでメラノーマというのは基本的にメラニンを作る細胞が腫瘍化するので通常は黒色っぽく腫瘍がなるんですけども、中にメラニンの産生が弱いものだったりすると普通の肌色であったり、もしくは色が逆にないタイプというものも存在するので注意が必要です。あとは大きく4つのタイプに分かれまして、一番多いのは日本人の手とか足に多発すると言われている末端黒視型なんで、よく手のところ特に足の裏などは見つけた場合には注意が必要と言われております。あとは表材拡大型といいまして、人のもの体幹体を中心に出るというものもありまして、こちらのものだと統計上は白人とか日本人でも色白の方が多いなんていうふうに言われております。あとは他にはノドゥラータイプ結節型というものもありまして、腫瘍がこう膨らんでくるというタイプのものがあるんですね。でこれは予後も一番悪いと言われてまして、見つけた場合にはもう早急に病院に来ないといけないということになります。あとは高齢者なんかに多い悪性黒視型がお年寄りの顔面等によく出るというものがありまして、このようなものだとご年配の方の顔でちょっと黒いのが大きくなってきたんじゃないなんていう場合にはそのタイプのことがあるので注意が必要というふうに言われております。メラノーマの検査や治療について教えてください。メラノーマの場合まず視診でこちらの皮膚科専門医がまず判断するところから入るんですけども、やはりメラノーマが疑われた場合にはまず最初に一番簡易的に分かるのものがこのダーマスコピーというものになります。一番体に負担がかからないで侵襲が少ない検査なので、基本的にはノゼリー状のものを塗って調べるというもので一番簡便な方法になります。保険も適用されますので医療費も数百円程度しかかかりませんので、一番これが簡単な方法で、これでさらにやっぱりメラノーマが疑われるというふうになった場合には原則的にはやっぱり切り取って病理組織検査というものに出すんですけども、それ以外にもメラノーマというものは非常に転移しやすい腫瘍なものですから、レントゲン CTMR 造影、あとはやっぱりそういうペットそういったもので全身に転移がないかどうかという検索になります。だからやっぱりリンパ節転移というものもありますので、触診でリンパ節の主張がないかあった場合にはやはり画像の検査というものを併用して行うことになるというのがメラノーマのまず検査ということになります。で、実際今度それでメラノーマというふうに診断がついた場合には原則的に手術の方向性が一番有力な治療になるんですけども、メラノーマというものは原則的に化学療法とか放射線治療というものがあまり有効とはされていないので、原則的には手術で切除する、で病理組織で腫瘍が残っていないかどうかを確認して、原則的には場所によっては3センチ場所によっては5センチ大きく離して、それで皮膚転移以外にも全身に転移があった場合にはリンパ節郭清とかそういったもので、腫瘍層をとにかく可能な限り取り除くということになります。で、全身に転移してしまっていてもう取りきれないということになった場合にはやはり化学療法、具体的に言うとダックタムとかダブフェロンというものがあるんですけども、
有効というふうにはされているんですが、やはり効果がないという場合もありますので、早期のやはり切除というものが基本になります。それ以外でいうと放射線はあまり効かないので、陽子線治療、そういったものっていうものの適用があるんですが、施設が非常に限られておりますので、やはり先ほども申し上げた通り、手術で最短でなるべく小さいうちに取ってということが非常に重要になってくる腫瘍になります。どんなほくろやシミに気をつければいいのでしょうか。主にこれは学会の基準というものがありまして、私たちもそれに沿って診察をするんですけども、まず左右非対称であること、こういった場合には、普通通常ほくろって丸い形の多いんですが、非対称で片方が大きくて片方が小さいとか、こういう左右差があるみたいな、そういったものがあまり良くないものとされていて、あとはギザギザがある場合ですね、通常先ほども言ったように丸いのにほくろがギザギザギザとしている、こういったものも悪性の所見を疑います。あとは出血があるもの、こういったものも通常ほくろ出血ありませんので、こういったものもちょっと危ないかな。あとは今度色の話で濃淡があるもの、濃い薄いっていうものがある、黒いなら黒い、ちょっと薄いならいいんですが、薄い部分もある、濃い部分もある、こういったものもちょっと危ないです。またやはり6ミリ以上という基準がありまして、これがあった場合にはちょっとメラノーマの可能性、全部ではないんですけどちょっとあるということがあって、特に急激に大きくなってきて6ミリをどんどん超えてきているとか、こういったものもちょっとやっぱり急速に大きくなっていると、こういったものもちょっと危ない兆候になります。こういったものがあるときはやはり一度皮膚科専門医の方を受診された方が早期治療につながると思います。今回はほくろのがんについて、池田皮膚科クリニックの池田秀幸先生に伺いました。先生、ありがとうございました。